心で読む小川未明の世界。二度と通らない旅人。作小川未明。ナレーション佐々木ルン。寂しいところに一軒の家がありました。そこは荒海に近い山の中であって、麓の村から海辺へ抜ける道になっていましたから、夏の頃には家の前を通る人がありましたけれど、ようやく秋も終わりになって日が短くなり、峰や谷間の木の葉が風に吹かれて散る頃になると、次第に一足も耐えてしまったのであります。ある日の夕暮れ、西の空が気味の悪いほど黄色かった。いつも嵐の来る前にはこうした空模様が見られたのです。果たして夜になるとひどい雨風になりました。家の人々は戸を閉めて、外のすざましい風雨の音に耳を澄ましていました。この後は雪になるだろうな。そうですね、とささやき合いながら火を焚いて当たっていました。折々大きな風が吹くと、家をこのまま持って行って深い谷底へ投げ込みはしないかとさえ思われたのです。苦しい。喉が渇いたから水を送れ、とあちらの部屋で寝ている娘が言いました。母親はその方を向いて心配そうな顔つきをしています。父親と兄はそれを聞いても聞かぬふりをして、いろり火の前に座って話をしていました。お母さん、水を送れよ、とまた寝ている娘が言いました。そう水ばかり飲んではよくないから、少し我慢をしなさい、と母親が答えたのです。父親も兄も困ったものだというような顔つきをしていました。苦しい。兄さん、水を持ってきておくれよ、と病気の娘は今度は兄に向かって頼んでいたのです。水ばかり飲んではだんだん病気が悪くなるばかりだ。いけないいけない、と兄は大きな声で言いました。娘が諦めたものか、しばらく黙ってしまいました。外の嵐の音はますます激しくなってきました。横殴りに吹きつける雨風が戸にぶつかる音は、今にもこの一軒家を叩き壊しはしないかと思われたのでした。ちょうどこの時です。こんばんは、こんばんは、と言って誰か戸を叩いた者がいました。ああ、今自分誰だろう、と家の者たちは顔を見合わせました。なぜならこんな山の中へ今頃になって訪ねてくるような人はめったになかったからです。
そればかりでなく、その声には全く聞き覚えがなかったからでした。こんばんは。こんばんは。と言って、誰か戸を叩きました。黙っていた方がいい。知らぬふりをしていたら、もう寝たのだと思って帰っていくかもしれない。と、父親が低い声で言いました。そうです。黙っていた方がいい。と息子も言いました。嵐の音はますますひどくなるばかりで、少しもやみませんでした。その合間に、こんばんは。こんばんは。という声が聞こえました。やはり家の中では、みんなが黙って寝たふりをしていました。ねえ、お母さん。誰か来たようだよ。あんなに戸を叩いているじゃないの。と、病気で寝ている娘が言ったのです。お前は黙っていなさい。と、母親は枕元へ行って叱りました。この時、戸の外に立っている男は、心から訴えるように。お願いです。どうか戸を開けてください。火を焚いていられますのなら、まだ起きておいででありましょう。どうか、どうか少し戸を開けてください。と頼みました。父親と息子とは顔を見合わせました。誰だか知らないが、戸口まで行ってみたがいい。と父親は言って、息子は手に太い棒を持って、二人は十分用心をしながら戸口まで行きました。誰だか知らないが、今自分何用があって戸を叩くんだね。と、怒ったような調子で父親は言いました。まことにすみません。どうぞ、少し戸をお開けください。と、戸の外に立っている男は、哀れげな声を出して訴えました。バカを言っている。この嵐に戸が開けられるものか。用があったら、さっさとそこで行ったがいい。と父親は言いました。息子は太い棒をしっかりと握って、腕節に力を入れていました。私は旅の者です。海岸から山道を来て、この嵐の中で道に迷ってしまいました。それに暗くて、この雨風では、一足も歩むことができません。どうか、その土間の隅でよろしゅうございますから、一晩泊めていただくことはできませんか。ダメだ、ダメだ。どこのものか知らないものを、家の中入れて泊めることはできない。もう少し先へ行けば、村へ降りる道がある。村へ出て、どこへとなりと頼んだがいい。と、父親は頭から男の願いをはねつけてしまいました。男は戸の外で深いため息をついていました。しばらくしてから、男は再び哀れげな声を出して、初めての道で少しも見当がつきません。
とまでよろしいのですが、雨風の当たらぬところへ入れてはくださいませんか。と頼みました。くどい、さっさと行ってくれ。と息子が腕をブルブル震わせて言いました。すると戸の外に立っている見知らぬ男は、仕方がありません。行きます。私は喉が非常に渇いているのですが、一杯水をいただかしてください。それで元気をつけてまいりますから。父親と息子は顔を見合わせましたが、父親は頭を振りました。そして大きな声を出して、その水をあげることができんのだ。娘が病気で水を欲しがっている。飲ませば死んでしまうので、水を通させまいと思って、尺に手をつけることもできんから。せっかくだが、村へ行って飲んでもらいたい。と言いました。その声が、娘の耳にも入ったと見えて。お父さん、喉が渇いた。水をくれよ。苦しい。水をくれよ。水はいくらでもあるでしょう。水をくれという人におあげよう。と言ったのであります。戸の外に立っている人は、娘のわめいた声を聞いたのであります。どんな病気か知りませんが、ここにいい薬があります。私はこうして旅をしますので、行く先々で良い薬を手に入れることができるのです。この薬を分けてあげますから、戸を少し開けてください。と、旅の人は言ったのでした。父親と息子はまた顔を見合わせました。どうしたらいいものだろうか。と、目と目で相談したのです。この時、戸の外から、決してご迷惑をかけません。この薬をあげたいだけです。戸を少し開けてください。と、旅人は言いました。村の医者も見放した娘を、さすがに親の情けで、どうにかして助けたかったので、父親は用心をしながら、戸を少しばかり開けました。旅人は、わずかに手を出して、五六粒ばかりの薬を、戸の内側に立っている父親の手のひらに渡したのでした。この時父親は、自分の旅人に対する仕打ちを顧みて、恥ずかしく思いました。それで、この旅人を家の中へ入れようかと、心で躊躇しました。けれど、そのまま旅人の姿は、闇の中に消えてしまったのです。お父さん、水だけ飲ましてやりましょう。と息子が言うと、父親はすぐに家の外へ出てみました。なんといってもひどい嵐で、後を追うことができませんでした。二人は火のそばへ戻ってきました。まあ親切な人があったもんだ。
止めてもやらず、水も飲ましてやらないのに、薬をくれてゆくとは、なんという優しいお人なんだろう。と、母親が言いました。どんな薬か分かったものではない。と父親は、旅人がくれた薬を信ずることができなかったのです。戸をたたく風の音と雨の音とはいつまでも衰えませんでした。あの男はどうしたでしょう。村へ今頃は着いたでしょうか。と息子はしばらくしてから思い出したように言いました。父親も自分たちが冷たくしたあの旅人のことを考えると、両親に責められたのか、不快な気がして黙り込んで、じっと火を見つめていました。その夜、娘は苦しみ抜いて水を欲しがっていました。あくる日は、もはや娘は、それを訴えるだけの気力もありませんでした。嵐の後は、からりと晴れて、いよいよ雪の降りそうな寒さとなりました。谷間の木の葉はすっかり落ちて、峰の頂の空は、青ガラスのように冴えていたのです。息子は両親の言いつけで村へ医者を迎えに行きました。みんなは病人が急に悪くなったので、夕べの男のことなどをすっかり忘れていました。医者は早速来て病人を見ましたが、もはやこの分では今日にも難しかろうと言いました。そして、医者はしばらくして帰って行きました。この時母親は、夕べ旅人のくれた薬を与えてみたらどうかと言いました。もうこうなれば、何を飲ましたって飲まさなくたって同じことだろう。と父親は言って、盆の上に乗せておいた薬を持ってきて、娘に飲ましたのであります。旅人の言ったことに、偽りはありませんでした。その薬は、不思議によく効いたのであります。もう難しいと、医者の見放した娘は、夕方には、あたりを見回したり、母親の顔を見て、にっこり笑うようになりました。その翌日は、一層良くなりました。そして、日を追うに従って、だんだんと良くなっていったのであります。いつしか娘は、全快して、元の体に戻りました。この話が村に伝わると、村人は、嵐の夜のことを思い出しました。そしてその夜は、村の誰の家へも、その旅人はやってこなかったことなどを語り合いました。いや、きっとその人は神様だ。この頃みんなが白状になって、神様というものを信じないから、神様の力をお示しなされたのだ。それだから、いつ何時、あの娘を連れて行かれるかしれない。といったものもありました。この不思議なことがあってから、父親は自分たちの薄情であったことを、大変後悔したのです。そして、どうかもう一度、
いつかの旅人がここへ訪ねてきてくれるように、そうしたら自分たちはできるだけの親切をしようものをと思いました。娘はいつしか美しい一人前の女の人になりました。村からお嫁にもらい手がたくさんありました。彼女はその中の一番いい人のところを選んで行きました。そして幸せに暮らすことができたのです。娘が幸せに暮らすのを見るにつけて、すべてがあの旅人のおかげだと父親は思いました。娘に生まれた可愛らしい孫たちが、おじいさん、おじいさんと言って慕ってきます。そうした幸せな境遇になるにつけて、父親は嵐の晩のことを思い出さずにはいられませんでした。一人後悔をしたのは父親ばかりではありませんでした。息子も母親もあの夜の旅人に対して冷酷であった自分たちのことを思い出すと、たまらなく恥ずかしくなりました。そしてその顔さえ見ておかなかったことを今さら残念に思ったのであります。この後もあることだが、明日夜止めてくれと頼んだ人があったなら、心よく止めてやらなければならぬと一家の人たちは語り合ったのでした。それからどのくらい年月が経ったでありましょう。その間には風の日もあり、雨の日もあり、そして雪の日もありました。けれど再びこの寂しい家へ、止めてくれと言って立ち寄った人はなかったのです。おしまい。